こんにちは。今日の講義は書籍船を編むです。この物語は言葉の力と人間の営みが交錯する心揺さぶられる物語です。まず出版社原部書房の営業部員である馬締光也が中型国語辞典大都会の刊行計画に関わる中で辞書編集部へ引き抜かれるところから物語が始まります。馬締は言葉への鋭いセンスと持ち前の粘り強さを生かし辞書編集部での仕事に取り組んでいきます。彼の周囲には定年間近のベテラン編集者や日本語研究に情熱を注ぐ同僚たちが存在します。そして運命の女性との出会いも彼の物語に大きな影響を与えます。この物語は単なる辞書制作のプロセスだけでなく登場人物たちの内面や人間関係そして言葉の持つ力に深く迫っています。三浦紫苑氏の描写は繊細でありながら鋭い観察力に裏打ちされています。彼女の作品は格闘するものにでデビューして以来多くの読者を魅了し続けています。船を編むは不器用な人々の思いが胸を打つ本屋大賞受賞作品です。その人間臭さや温かさそして言葉の美しさに触れることで読者は物語の世界に引き込まれることでしょう。この物語は言葉の重みや意味そして人間の営みについて深く考えさせられる作品です。三浦紫苑氏の描写は読者の心に長く残る感動を与えることでしょう。船を編むは言葉の奥深さや人間の複雑さを描いた作品として多くの読者に愛されています。その感動を味わいたい方に心からおすすめしたい一冊です。船を編むは言葉の美しさと人間の複雑さを見事に描いた作品です。この物語が読者に与える影響は計り知れません。まず言葉の力に対する新たな理解が生まれるでしょう。物語を通して言葉が持つ重みや意味そして人々の生活に与える影響を感じることができます。また人間関係や人生の営みについても深く考えさせられるでしょう。登場人物たちの内面や葛藤そして彼らが抱く思いに共感することで読者は自らの人生についても考えるきっかけを得るかもしれません。この作品は言葉の美しさや人間の複雑さに関する多くのトピックやテーマにリンクしています。例えば言語学や文学心理学人間関係の研究などが挙げられます。言葉の持つ力や文化の影響そして人々のコミュニケーションにおける役割について探求することで読者は様々な視点から物語を捉えることができるでしょう。また人間の営みや人間関係に関するテーマも深く掘り下げられており個人の成長や人間の複雑さについて考えるきっかけとなるでしょう。船を編むは言葉の美しさと人間の複雑さを見事に描いた作品であり多くの読者に感動と気づきを与えるでしょう。この物語が読者にもたらす影響は大きくその深いテーマに触れることで新たな洞察や理解を得ることができるでしょう。そして最後に読書で勉強も大事ですが美容と健康管理も大切です。なぜなら私たちの健康は全ての活動の基盤であり美容も健康から生まれるものだからです。体が健康であればより充実した人生を送ることができますし美容も自信を持って日々を過ごすための大切な要素です。そこで健康管理と美容に特化したサービスであるライザップ結果にコミットプライベートジムとライザップウーマンをご紹介します。ライザップ結果にコミットプライベートジムは専属トレーナーによるマンツーマントレーニングや食生活メンタルのマネージメントを提供し30日間無条件全額返金保証を約束しています。このジムではトレーナーが個々のニーズに合わせたプログラムを作成し無理な食事制限なしに健康的に痩せることができます。完全個室のプライベートな空間で行われるトレーニングはこれまでにダイエットやジム通いが続かなかった人にもおすすめです。一方ライザップウーマンは女性専用のプログラムであり洗練されたプロポーションに導くためのトレーニングを提供しています。ウェイトトレーニングやファンクショナルトレーニングストレッチなどが含まれたオリジナルのトレーニングメニューは個々の目的や状態に合わせてカスタマイズされています。低糖質だけでなく女性に必要な栄養を考慮したお食事管理や美容マシンを使用した脂肪燃焼や美肌効果も特徴です。
ライザップ結果にコミットプライベートジムと、ライザップウーマンは健康管理と美容に特化したサービスとして多くの人々に支持されています。これらのプログラムを通じて健康的に美しくなるためのサポートを受けることで、自信を持って日々を過ごすことができるでしょう。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。